お手抜きのスティックございます。さあ、昨日6月の10日からですね、シン・ウルトラマンの映画入場者特典としてメフィラス公文のポストカードがもらえるってことでね、私も行ってまいりました。私は今回ね、2枚もらってきたわけですけれども、ポップコーンは割り勘でいいか、ウルトラマンっていうですねいや、公文書いてありまして、そしてですね、真ん中には匿名全権大使外星人第0号メフィラスのね、この名刺がありまして、切り取ることによってこのね、名刺っぽくね、こう作れますよっていうことと、あとはですね、直接お渡しできず申し訳ありませんいや、こういうところがね、なんかメフィラスっぽいというか、こう律儀なところね、いいですよね。うん、惑星を切り取って名刺としてお楽しみください、メフィラス、はいってね、いうようなことが書いてあります。いや、いいね、ポップコーンはワディカンでいいか、ウルトラマンね、うん。めちゃくちゃ笑っちゃいましたけど、映画でね、見に行ってね。うん、もう一枚。そうか、映画を見に来たのか、さかしい選択だ、ね。いやー、いいね、いいね。やっぱこうやって、文字に起こすと、メフィラスって本当に、すげー記憶に残るセリフ、いっぱい言ってたなーっていうところ、思いますよね。うん。あとは、ね、名刺があって、直接お渡しできず申し訳ありませんって書いてありまして、でね、裏側もね、これでいいんですわ。じゃんと。こんな感じですね。こう真っ黒くなってるんですけども、シン・ウルトラマンのロゴがありまして、そして大ヒット上映中、どうです、私と一緒にこの映画を楽しみませんか。いや、もう楽しんでますよ。いや、十分すぎるほど楽しんでますよってことですけどもね。そして、メフィラスのね、こう、サインもね、真ん中にドドンと、乗ってるっていうところもね、素晴らしいですよね。いや、これは本当にね、めちゃくちゃいい、いいアイテムですね。全3種類らしいんで、まあ、なんとかもう1種類ね、ゲットできたらいいかなと思ってるんですけども、いや、これ本当にね、おすすめですね。50万枚限定ってことらしいので、これは本当にぜひですね、探しい選択をね、していただきたいななんてね、思いますね。まあ、とにかく善は急げということで、皆さんもぜひお早めにね、行ってみてください。そして、メフィラスの快進撃はね、止まりませんよってことで、映画シン・ウルトラマンデザインの T シャツ、スマートフォンケースが Amazon に登場ということでね、いや、すごくいいでしょう。ぐーっと、あ、これね、名刺もらえますよってことと、メフィラス名刺デザインの、この T シャツ、じゃんと。特命全権大使外星人第0号メフィラスの T シャツと、スマホケースっていうですね、これ、着てる人いたら、ちょっと頭おかしげに見えるけど、いいよね。もう一つありました。で、じゃんと。こちらですね、メフィラスのサインがね、こうプリントされてるものとなっておりまして、真ん中に大きくドドンと、あとは、胸元にちょこんと、あとはスマホケースってことでね。で、いや、メフィラス好きじゃないですか、僕ね。僕メフィラス好きなんですよ、めちゃくちゃ。いや、まあ、やっぱメフィラス好きとすると、どっか一個欲しいなと。いうところでね、いろいろ迷いに迷って、結局僕はですね、こちらの、T シャツ、この真ん中にドドンと大きくメフィラスのサインが載ってる、これを、ちょっと今回ね、選ばせていただきました。どっか着てくよ。どっか着てくよ。うん。映画見に行くときとか着てくよ。いや、楽しみですよね。そして、まだまだありまして、門田くんのデザインの T シャツっていうのも出ております。じゃーんとこんな感じでね。3SP のロゴと、門田くん。で、オレンジバージョン。門田くんの大きいバージョン。あとは、黒。カトタくんだけ。あとは、胸元ネイビーカトタくん。胸元ネイビーカトタくんですね。はい。まあ、この辺のね、4種類っていうのがありまして。いやー、シュールだね。シュールだねっていうも感想ですけれども、可愛らしいっちゃ可愛らしいですよね。個人的には、この白 T か、オレンジ T、3SP って書いてある。いいんじゃないかなと思うんですけど。あとは、スマホケース。じゃあ、スマホケースも大量やな。こんな感じで。真ん中にちっちゃく 3SP とカトタくん。あとは、大きいカトタくん。あとは、3SP ロゴカトタくん。あとは、それの、まあ、バリエーション違いってことですかね。まあ、基本的に絵柄は、まあ、3種類的な、まあ、ちょっとずつ違うのか、みたいな感じでね、ことでございます。こちらですね、Amazon に売っているらしいので、ぜひぜひですね、皆さんもチェックしてみてください。僕は、このね、メフィラスの T シャツしました。さらにさらには、ザラブ名場面映像公開ってことで、いや、ザラブ、いや、散々メヒラスメヒラス騒いでますけど、僕、ザラブもね、実は相当来てて、そんなね、ザラブの名場面映像が、今回公開されました。いや、津田健次郎さんの、今日ね、男女、50歳なの ?50 歳なの見えない。めちゃくちゃ若々しくないですか?かっこよくないですか?いや、ちょっと今そこにびっくりしたんですけど、本作で、
異様な存在感を放つ外出時第2号ザラブの声を担当した津田健次郎ですね。今回誕生日6月11日ザラブの名場面映像が公開されております。いやー、ちょうどいい感じに編集されてて、ウルトラマンがめちゃくちゃね、劣勢に編集されてるっていうところがね、ちょっと個人的にツボでしたけども、すごくね、かっこいいザラブの名場面集が濃縮されてたのでおすすめでございます。そう、ザラブ戦でザラブがすごい快音波光線みたいな話じゃないですか。あのエフェクトがさ、すんごいキラッキラしてて綺麗だったじゃない。僕あのエフェクトめっちゃ大好きなんだけど、そこもね、今回の予告映像でも映ってたので、ぜひぜひ注目して見てみてください。すんごいね、キラッキラしてね、美しいんだよね、幻想的なんだよね。だからあそこね、ここ大好き。そう、あとこれね、シュートラマンの音楽集がね、サブスクリプションサービスでディスク1収録、配信されましたよってことですね。これはこの間コミュニティでもちらっとね、つぶやきましたけども、これね、ほんといいですよ。あとそう、このシュートラマンの梅平線のオタクの感想みたいなね、ショート動画ありましたけど、配信されたのでこれね、ぜひぜひね、聞いてください。いやー、全部いいよ。ほんとに全部いいけど、それこそザラブ線の音楽と、あと梅平線の、BGM は、マジ神オブザ神だから、ぜひね、皆さん聞いてみてください。ダンダダンダンダン、あの予告のね、あの予告の使われてた音楽めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ダンダダン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 、めちゃくちゃかっこいいなって予告編から思ってたけど、まだその後にかっこいい音楽続いてたんだってことで、もっとかっこよくなったーでね、すげえね、びっくりしましたね。あれもね、梅平線の一番いいとこでね、かかるからね、ずるいんですよね。サギさん、宮内さんの音楽はたまらんすぎる、最高すぎるってことでね、いや、ちょっとこれもぜひ、聞いてください。一回音楽だけ、サントラだけを聞いてから、もう一回映画見に行くと、ちょっとまたね、違った、視点でこう音楽をこう重視しながら映画を見れるというか、あ、ここのあれがこうこうだみたいな、音楽を重視しながら今回シュートラマンの映画を見ることもできましたから、そういった意味ではね、一回サントラだけを集中して聞いてからもう一回映画行くってだけでもすごいね、また面白い体験が僕はできたのでおすすめでございます。そう、あとはね、映画は見に行ったは行ったんですけど、僕まだラージフォーマット上映で見れてないので、それもね、早くね、行きたいなと、4DX 的なので、早くね、見たいななんてね、思ってるんですけども、まあ、とりあえず来週中には、行きたいなと思っております。はい、そんな感じですね。シン・ウルトラマン、まだまだとどまることを知らずに、ものすごい快進撃でね、頑張っておりますが、ほんとシン・ウルトラマンね、とにかく今はね、メフィラス公文ポストカード、これをぜひぜひですね、皆さんにもゲットしていただきたいなと思っております。さあ、そんなところでね、以上、デラキラスでございました。それでは、バイバーイ。